はい、こんにちは。今日はですね、またあのポート開放のお話です。で、今日説明させていただくのは、あの癖の強いですね、ブロードバンドルーターのポート開放、ポート転送ですね。先日 A タームの方で、東方非送点の方で説明させていただいたんですけれども、今日はあの NTT のウェブキャスター、V110、V100、それに RT200KI の説明をさせていただきたいと思います。で、あのこの3種類のブロードバンドルーターですね、共通のファームウェア、ほとんど共通ですね、少しだけデザイン違うんですけれども、IP アドレスを払い出ししてあげないとですね、ポートの転送、ポートの開放をできないので、そちらの方説明多い、問い合わせ多いので、動画を使って今日は説明させていただきたいと思います。そういたしましたらですね、ポート開放に必要なですね、まずツールの方を取得しておきます。今回はですね、ポート番号80番、プロトコル TCP で、ウェブサーバーのツールを使って、ちょっと一緒にやってみようと思います。それではですね、 Google さんの検索サイトから ANHTTPD ですね、 ANHTTPD、こちらのサーバーツールを取得してしまいます。こちらですね。で、こちらのサーバーツールの方はですね、インストール不要で、実行するとサーバーとしてですね、動作してくれますんで非常に便利です。作者様の方に感謝したいと思います。こちらの方ですね。で、ダウンロードできましたら、回答しておきましょう。回答できましたですね、ANHTTPD の、ウェブサーバーツールですね、一度動作させてください。で、パーソナルファイアウォールのですね、許可ですよね、ブロックを解除するを選んでいただいて、で、こちらの方も閉じていただいて結構です。で、少しですね、見えづらいですかね、 Windows 右下の方にですね、黄色のアイコンで、HTTPD 動いていますので、一度ダブルクリックしてください。で、こちらのオプションですね、オプションから一般を開いていただいて、ここが80番になっていることを確認してください。80番になっていなければ、ここを80と書き換えてください。では、準備できましたので、次にやっていただくことはですね、コマンドプロンプトを立ち上げていただいて、ここですね。で、MAC アドレスもしくはフィジカルアドレスをですね、確認します。打っていただくコマンドは ipconfig ですね、 ipconfig で、次にスペーススラッシュ all ですね、 ipconfig スペーススラッシュ all です。で、エンターキーを押していただくと、アクティブな方のですね、ネットワークアダプターに、あります、フィジカルアドレスですね、もしくは MAC アドレスと申します。で、これ、この番号をですね、ハイフンをコロンに変えて控えてしまいます。メモ帳か何かにですね、貼り付けておいていただくと、後々便利に使えると思います。コピーですね。それでアクセサリーからメモ帳ですね、 MAC アドレスを控えてしまいます。で、ここのハイフンをですね、コロンに変えないといけないんで、ご注意ください。この作業は Windows XP、Windows Vista、Windows 7すべて共通の作業になります。で、控え終わりましたら、いよいよですね、IP 払い出しですね、し
礼しました。 IP 払い出しする前にすみません、コントロールパネルを開いていただいて、Vista 7はちょっと出し方変わるんですけれども、ネットワーク接続ですね、出していただいて、影丸のポート開放サイトの方で説明ありますので、そちらの方をご覧いただければと存じます。でローカルエリア接続もしくは接続させているワイヤレスアダプターですよねの TCP/IP プロパティを開きます。で、いずれもですね、自動取得ですね、 IP アドレスを自動的に取得するにチェック、 DNS サーバーも自動取得、そうですね、 DNS サーバーはですね特に自動ではなくても構わないです。とりあえず両方とも自動取得にしていただいて、で、こちらの方でいよいよ準備完了となりましたので、ウェブキャスター V100V110RT200KI の設定画面をですね出していただきます。ブラウザーのアドレス欄にですね http://192.168.1.1/ ですね、でこれでエンターを押していただくとログイン画面が出ます。で、よくわからない場合はですね 192.168.1.1 番号だけで構わないので打ち込んでみてください。ちょっとですねログイン情報出てしまいますんで、まずいんでちょっと画面隠してしまいます、すみません。で、ユーザー名ですね、ログイン情報 admin アドミンですね。でパスワード空欄です、通常で私は設定していますので、通常でしたら admin パスワード空欄 OK で、これでログインの方させることが可能です。ちょっと出てしまいました、まあいいでしょう。おーで、やっていただく作業の方はですね、まずDHCP 設定ですね、こちらここで IP アドレス払い出しを行います。ちょっとこれ削除してしまいますね。でここですね、分かりづらいですかね、カスタム設定から DHCP 設定を開きます。でここですね、固定 IP で使用する端末の情報を設定、こちらの方でですねこのパソコンの位置情報をブロードバンドルーター側から特定させます。ですので、まず先ほど控えた Mac アドレスをですねコピー貼り付けですね、手動入力でも構わないです。で IP アドレスの方はですね 192.168.1.1 の割り当て範囲から255ですね、まで1バイトを設定することができます。ですので、他のクライアントと IP アドレスコリジョンですね、競合しないようにですね、なるべく後ろの方の IP アドレスを割り当てるといいと思います。110にしておきましょうか。 192.168.1.110、 これで追加ですね。そうするとここに IP アドレス払い出し情報が設定されますので、これで一度ルーターに設定反映させます。確認、送信、反映ですね。これでブロードバンドルーター再起動1分かかりますが、少々待っていただきます。またですね、ブロードバンドルーター再起動できましたらまたこういった画面に変わりますので、次にやっていただく作業ですね、パソコン再起動すれば済む話なんですけれども、IP アドレス情報を更新させます。打っていただくコマンドは ipconfig ipconfig ですね、スペーススラッシュ renew ですね、 ipconfig スペーススラッシュ renew、 これであの IP アドレス情報ですね、更新させます。でうまくブロードバンドルーターからですね、先ほど設定した 192.168.1.1 ですね、110ですねが割り当てられているか確認します。はい、これで、準備完了となりました。
で、もしもここ IP アドレス、この110にならない方はですね、登録したあの MAC アドレスがですね、少々間違っている可能性、もしくは二重ルーター、多段ルーターの可能性がありますのでご注意ください。では次にポート開放をしてしまいます。カスタム設定から NAPT 設定を選んでいただいて、こちらですね、静的 NAPT 設定、ポート転送規則、ここに設定します。今回はあのウェブサーバーですので、ポート番号は80番ですね。で、範囲指定になっているんですけれども、ここも80番で構わないです。で、プロトコルは TCP ですね。LAN 側転送 IP アドレス、ブロードバンドルーターにこのパソコンにこの80番のポートを転送してほしいということを設定しますので 192.168.1.110 ですね。で、LAN 側転送ポート、ポート変換させませんのでここは80番で構わないです。はい、これで、設定の方出来上がりました。で、また確認送信反映ですね。で、また1分必要になるんですけれども、再起動するまで待っていただいて。ブロードバンドルーターの方がですね、再起動できましたら、これで設定完了です。で、注意点なんですけれども、80番ポートですよね。1つ作ったらもう1つ80番ポートを作ることはできませんので、ご注意ください。で、自宅内の1つのインターネットでですね、1つのグローバル IP アドレスで2つのポート番号は、転送ルーターに転送させる設定の方がルール違反になりますので、もしもウェブサーバー2つ動作させたい場合は8080で動作させるなどですね、少しポートの方をカスタマイズ必要になりますのでご注意ください。で、設定の方完了できましたら次にポートチェックします。で、その前にですね、先ほど ANHTTPD がですね80番で動作しているか念のため確認いただきまして、で、 Google さんで構わないのでポート開放確認ですね、ポート開放確認組んで構わないので、ここで80と打っていただいて、ポート開放確認スタートですね。見えますかね。こちらは私のインターネットのグローバル IP アドレス宛てにですね、80番のリクエスト通信を送っていただいた際に到達したかですね、成功ということになっています。で、これでポート開放作業は完了となります。今日は簡単なんですけれども、この辺で失礼させていただきたいと思います。